神学者聖ヨハネ修道院と目視録の洞窟を含むパトモス島の歴史地区はユネスコの世界遺産登録物件の一つ。ギリシャの小島パトモスの中心市街法ラは丘の上に立つ神学者聖ヨハネ修道院を外敵から守るべく要塞化した町である。世界遺産への登録にあたってはこの場所が聖教会の重要な巡礼地となってきたことや聖ヨハネが福音書や 目資録を執筆したことにまつわると伝えられる場所が残っていることなどが評価された。なお、一連のヨハネ文章を執筆したのが全て聖ヨハネかどうかについては議論もあるが、世界遺産登録では伝統的な見解が踏襲されている。1080年に東ローマ帝国コムネノス王朝のアレクシウス一世は聖教会のクリストデューロスにバトモス島を可視した。これが、 きっかけとなり、1088年から丘の上に、神学者聖ヨハネ修道院の建造が行われた。カトリコン、中央教会、資料館、聖マリア礼拝堂などからなる修道院で、周辺を黒みがかった城壁に囲まれている。16世紀になると、創立者クリストドゥーロスの繊物を収めた、クリストドゥーロス礼拝堂も建てられた。 木白区の洞窟は、ホー羅トスからの間の斜面にある、聖ヨハネが啓示を受けたとされる洞窟で、彼が啓示を受けたとされる場所や神の声が下った時に、割れたとされる岩などが残っている。パトモス島の聖ヨハネ・ホー羅は、海賊などの信仰から聖ヨハネ修道院を守るために建造された、要塞都市で丘の上にある修道院を囲むように形成されている。 現存する街並みは16世紀にまで遡るもので、黒ずんだ城壁が特徴的な修道院とは、対照的に、ホーラの歴史的建造物群は純白の外観を呈している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。